うん、ここです。ここは見ながら。いつもガイって言うじゃないですか。うん、あれ女性にも言っちゃっていいんですか。ガイって言ってますね。ガイって男の人に言うのかと思ってたんですよ。ああ、そう感じありますよね。でもガイって別に男女関係ない。フジテレビ。英会話クラブ補足ということでいいですか。いつもはフグちゃんと英会話です。ああ、いいですいいです。それ行きましょう。プラスワンってことで。フグちゃんインチキイングしてたからいつも。すごいね。ね、すごいね。英会話クラブ。だんだん仲間募ってね。よいしょ。そうですね。初めまして。これが来てくれるんですかね。頑張りたいと思います。頑張りたい。でも別に必須じゃないからね。みんな来られる人が来ればいいもんね。私も英語の勉強は。ね、英語の勉強お互いにしたいんで。そうそうそう。でも私もここ来てるのは。普段だってないもんね。使うチャンスがないっていうのは、まあオポチュニティって言うんですけど、機会がないじゃんね。だからこういうところでまあこう見てる人と一緒にまあ僕とツッコミはあやめます。ずっとボケてるような感じですね。そのうちだんだんそうなってくる。ずっとパッと読みパッと読みって言ってね、すぐ忘れちゃうからどうしたらいいんだろうね。緊張しちゃうな。こんな親父の中になんでこんな若い嫌なことなんですか。入ってくるのかな。羨ましいと思った人はスタジオに遊びに来てね。もう視聴率もめちゃくちゃ上がっちゃうよね、これね。どうしよう。楽しい英会話クラブです。どうしようかね。どうしようかね。You still finding some job or you set up your own business for flower arrangements. Yeah, I will. So.勉強したいっていうかね。ネットでミーティングもいいかもしれない。そういうのもいいかもしれないですね。ただ将来的には Google プラス見てる人と参加型なんていうの。ガレとかですかね。ガレ。ガレっていうとそうすごいフラットだね。まず紹介して。あ、そうです。あ、自己紹介しましょう。自己紹介しましょうか。すごいランダムなんで喋り始めちゃったんですけど。編集で前後しますんで大丈夫です。じゃあ自己紹介から。いいね。これから始めていくところですね。本格的に。コレクト聞くね。Correct. Why don't you introduce yourself, please? My name is Miyuki Tomoto. Call me Miyuki. Okay. Miyuki でいいの？Miyuki さん。Miyuki してでいいの？Whatever you want.なんでもどうぞ。前みゆきでもいいよ。前ラブリーみゆきでもいいよ。みゆきって言ってね、彼女なのとか言われてる。ありえないよね。みゆきでも向こうですよね。そうですね。ずっともやもやしてて、なんて言うんですかね英語で。もやもや。もやもや。So, but I met my teacher, Namiki Sensei, and everything changed. The world became colorful here. So my life is becoming a new one. So it is really nice time to meet many people here. Right. So if you come over here anytime, you can meet very strange people.The strange people get together this place. Yeah, it's really nice. What to say? 全然出てこない。すごい really good time. Good. なんて言うんでしょうかね。全然英語が出てこなくてどうしよう。日本語は全然 OK。そうこういった場所でこう出会える。いの場としてすごいいろんな方と出会えるのがすごくありがたいなと感じています。本当そうです。はい。私もね、I'm 60 years old. It's old enough to learn English. It's old enough too difficult to learn English. But every time I'm coming here down.I came here. I feel very young. I'm becoming very young. I'm feeling like that. So this is very good opportunity to learn English. Yes, I wanted to say opportunity. That's opportunity. So anyway, nice to come here. Thank you. Thank you very much for joining us. Pluria. Pluria. フロリダじゃないんだね。そう、フロリアですね。フロリア、はい、どういう意味ですか？これが英語のフラワー、うん、フラワーとあともう一つ、うん、思い出のとか、うん、メモリアルってあるじゃないですか。メモリアル、はい、うん、をフラワーメモリアル、フロラワーメモリアル、フロリアにしました。造語です。あ、そう。造語いいよ。造語作った段階でいろいろね、アカウント取ってたんよ。あ、そうなんですか。取れなくなっちゃうから。前回のはもう本当カットでもうやめようっていう動画がいっぱい実はあるんですけど、今日からもう張り切っちゃいますね。So what do you do? Your occupation or you're working? I'm making preserved flowers. 偽花って言っちゃいけないんだよね。そうなんですよね。preserved flowers。あ、そうって言うんですか。私知らなかった。本物の加工したお花で枯れないような楽。何でしたっけ？フロリアです。フロリア。ありそうだよね、でもね。かもしれないですね。ね、そうですか。へえ、面白い。で作りました。はい。英語の単語としてはないんでしょうね。英語の単語はなかったですね。あ、じゃあいいね。はい。一応ちょっと変な意味とかねあったら困るなと。単語って結構いろんな意味を持ってるので。あ、意味持ってるって言えばね。Okay, let me introduce myself. Okay, my name is Kazuya Fukura, which means an honest man standing in the happy rice field. We Japanese, we're describing 1, 2, 3, 4 ways writing system, kanji writing system, hiragana, katakana, and also we use. 英語になってるんですか？そうなんです。プリザーブが保存するとかそういう意味なんですけど、腐らない花ですね。枯れないように加工をしたお花でアレンジを作ってます。あるいは聞いてる方分かるっていう場合は「Do you know what I mean?」「Do you understand?」って言わないふうにね「Do you understand what I'm talking?」とかっていうと言ってることを理解できるかっていうちょっとこう上から目線でもね「Do you understand what I'm talking?」とかって「Can you understand?」って言っちゃう「Can you understand?」でもいいですけど言っちゃうダメ「Do you understand?」「Do you understand?」じゃなくて「Do you know?」What I mean の方言うね。うん。コレクトって聞くね。コレクト。コレクト。うん。やっぱりね、恥ずかしいっていうのがあるから、絶対に。恥ずかしい。いいんです。恥ずかしくてもいいんです。そこをね、恥ずかしいって言ってる人はそこから先進まないから。恥ずかしいところ見てっていう感じでいいと思う。